にちは、雑です。サンフラワーに乗って鹿児島まで来たところです。だいたい時間にして9時20分ぐらいだったでしょうか。もうですね、出たとこにサンフラワーライナー待ってました。鹿児島市内までこちらの方でバスで運んでってもらいます。でこちらの方はですね、船に乗った人は無料となってます。こちらがですね、リクライニングができるタイプのシートを使ってまして、観光用のバスでした。で子供たちですね、ようぞようぞと言いながらびっくりさせてたんですけど、まあ、先に私が酔ってしまいまして、だいぶ気持ち悪かったです。そうしました。これで鹿児島中駅まで向かいます。早速ですね、黄色い橋桁が見えてきて、なんかものすごいとこだなぁと、景色はとても良かったです。志布志から1時間ほど経った頃でしょうか、高速へ乗る準備をしてました。まあ、ここら辺はどこを見てもものすごく眺めがいいんですよね。もう周囲見渡す限り絶景でした。そして見どころの象徴、桜島ですね、こちらも天気が良くて絶景でした。もうすぐさま市内に入ってきまして、街中の方を進んでいきます。街中まで来たらもう鹿児島中央の駅まですぐです。自然のチンチン電車が見えてきました。まあ見慣れないと珍しい光景ですよね。結構調べてみるとチンチン電車も各所に残っていてですね、なかなか見どころがあります。それで鹿児島中央駅に到着しました。9時半に乗って11時過ぎに到着したので、まあ2時間弱といったところでしょうか。鹿児島中央駅の観覧車が見えますね。鹿児島中央駅到着しました。観覧車と普通車と、路面電車が交わる交差点、すごい光景ですよね。もう10月に入ってて普通は涼しい時期なんですけど、結構ですね暑くてですね、日差しに当たるともう半袖でいいぐらいでした。門門館通り付近ね、すごい街並みですね。鹿児島一の繁華街と言われてます。まだまだ開発されてる感じです。ここで今日はお昼ご飯を食べます。今はだいたい11時半ぐらいです。でお昼も間近だったので、ご飯を食べるとこ探していたんですけども、パケドまで来ました。神さんが何か調べてまして、もう目処はつけていたそうなんですけども、黙ってついていくことにしました。白熊本家、すごいね。これお昼ご飯でよ、俺。あんまお腹空いてない、実は。これはお腹が空いていないというよりも、車に酔っていたという表現のが正しいですね。うん。美味しいですか？ええちゃう、ね、パックマンやつ。うん、何それ、配合パックマン、何だそれ。そうだ、お疲れ様です。パック行って、熱い。
コンビニなんですけど、ちょっと待って、調味料に一部で入ってるのとかは全然平気なんです。小麦私とですね、一番下の子が唐揚げ定食を、いただきました。一番下の子もですね、これを食べきったので、美味しかったです。パパ、一回に置いてもいいですか？うん、いいよ。何を言うかになるか。え、これで写真撮れるの？切ったのはダメです。九州のお肉ってなんでこんな美味しいんでしょうね。鶏肉も最高だったし、豚肉も最高でした。こちらがですね、地元の食材をメインとしたお食事処というとこだったので、まあ何を食べても美味しいものでした。普段でもご飯を食べるようになったな。タカ荷物は、タカの荷物は、タカ、あ、そこら辺ちゃう？え？どこ行ったの？どうも、こんばんはです。トイレないかな？マスクマスク。天文館からですね、水族館の方に歩いて向かっています。目標は水族館なんですけども、水族館で何やら催し物があるそうで、そちらを目当てに歩いていきました。桜島は好きです。ああ、すごい。桜島へ。すごい。あ、ママあります桜。鹿児島水族館に来ましたけど、入りません。遊覧船がいました。こちらは桜島の近くまで行くやつですね。あれはあれから来たんちゃん、なんだっけ、ディズニーランド。ちなみにマーク・トゥエイン号ではございません。すごいね。はい、ここ見れる、ここから出てくるんだ。そうだ、今回の目的はこちら、無料で見れるイルカショーというのがございます。なんとこの水路でイルカのショーがあります。すごいですねこれ。ちょっと待ってた、14時30分に、なりましたので、イルカのショー始まりそうだったので近くまで行きました。普通の水路に見えるんですけどね、イルカがいます。
実際に桜島の前には普通にイルカがいるみたいですね。こちらは先ほど、停泊していた遊覧船のターミナルになります。少し閑散とした感じですかね。また少し歩くと鹿児島駅です。こちらは鹿児島中駅でなくて鹿児島駅です。ちなみに鹿児島中央駅はもともと西鹿児島という駅だったので、どちらかというとこちらの方がもともとターミナルの駅だったということですね。そして坂の上の駅というところまで向かいます。鹿児島中央駅からさらに3駅ほど南に行ったところです。こちらが鹿児島駅になります。見た目よりかなり広いですね。国鉄を感じさせるホームに感動しました。でかいな。電車が来たんですけども、こちらは灰でしょうか、真っ白系です。鹿児島駅が鹿児島中央までで1駅で、枕崎線に乗り換えてこちらから、機動車に乗り換えていきます。JR 九州はですね、シートも木が、対応してあって、なんか見た目が新鮮ですよね。なかなか面白いです。普通の線路はまあまあ揺れます。ということで鹿児島中駅に到着しました。次枕崎線、枕崎線は向かい正面の黄色い列車の方に乗り換えます。機動車です。あの黄色いやつちゃうかな。JR 九州はすごいショッキングな色を使いますよね。黄色とか赤だったりとか、昔からそんな感じです。485が真っ赤に塗られてるの見た時はびっくりしました。まあ、日輪なんかは10年か15年ほど真っ赤だったんで、まあ、ずっとそれに乗って移動してましたけど、高温とともに発車します。これぞ機動車ですね。人生は初めてよ。面白くない。こちらが鹿児島機関区でしょうか。ここにですね、昔は寝台特急とかがいっぱい並んでたんですよ。24系が一回でも見てみたかったですよね。まあでもこの線路の数は圧巻ですね。すごく広く捉えてます。さすがターミナル駅ですね。すごいです。
ちらは薄木と読むんですね。大分の薄木ではございませんということで同じ読み方をします。九州以外の人からすれば両方ともマイナーですね。でこの鹿児島というとこはどこから見ても桜島が見えるんですね。ただまだ見慣れてません。どこから見ても綺麗です。そして目的地の坂の上に到着しました。今学生さんがいっぱい降りてきたんですけども、無人駅のようで駅員さんがいませんでした。ので切符はポストの中へ投函という形でした。今は普通にどこでも非接触型のカードで支払いをしてるんですね。駅の前にタクシーがいましたので、拾ってですね港まで、向かうことにしました。屋久島です。車で走ること10分ほどでしょうか。港に到着しました。あったよママ。目的のフェリーとですね、止まってるよ、海保の船が 2,3 隻、見えました。それも普通に見える海保の船でなく結構大きめのやつですね。助かった。歩いたら大変やったな歩いこうとしてたね。これからあのハイビスカスの船に乗って屋久島まで向かいます。どこやろうか。あ、受付これなんや。リンカ何が逆？ということでご視聴ありがとうございました。次回はですねこのハイビスカス号に乗って屋久島へ向かいます。まあ、なかなかファンキーな船でですね、結構私は楽しかったです。まあ、ちょっと何かどっかぶっ壊れつつあるんですけども何事も楽しく、生活してます。それでは次の動画も楽しんでください。屋久島に到着しました。